こんばんは、マーティン。大の宮久保駅キングタクです。沖縄県北部について、えー、沖縄北部は、御農村、金部長、漢字読めなかったらごめんなさい。ぎの、この座村、ぎの座村、ん名護市、本部町、今、岐き村、家村、あと、大義味村、東東村、東村、国頭村があるんです。漢字読めなかったら申し訳ございません。 沖縄はまあいっぱいあるんですけどもね沖縄北部ですねはい北部はやっぱりパイナップルが美味しいです <laughs> その中にももう一番の観光地この前の YouTube で紹介した チュラウミ水族館、ジンベエザメが会えるんですし、マンタもこう会えます。はい。あとは、前田岬、崎。火薬ツアー、元部元気村。あとは、ヤンバル野生生物保護センター、ウフギー自然館。もう、絶滅のそれらのある土生物について楽しく学べるんです。はい。あとは、マングローブ林やターダキ。不正な海中公園。ピザも美味しいです。カリウシカンナ、タラソラグーナ。 今綺麗な地域なので、自然の海水を利用したスパンが楽しめるんです。疲れも癒しも取れるんです。はい。道の駅有したドライブの立ち寄りには道の駅がおすすめです。休憩はもちろん特産物、お土産など、リーズナブルな値段で買えます。安いんですアンカーです。はい。定石、あとは奥集落などございます。あとはお菓子御殿の本社もございますので、あの工場。 見学したい方はぜひ立ち寄ってみてください。お願いいたちまーす。まあ、沖縄本島はいっぱいあって大変ですが、えー、観光紹介するのも大変時間と苦労がかかりましたが、ぜひ沖縄に行ったつもりで動画見てくださいね。というわけでこれで以上です。それじゃあさよならバイバイ。